石川島記念病院は東京都中央区佃にある病院。当院の会員時は石川島造船所健康保険組合による直営の健康保険組合立病院であり、当初の病院名は石川島造船所健康保険組合病院であった。その後、健康保険組合の母体企業の社名変更に伴い石川島春間重工業健康保険組合病院。 IHI 東京病院と病院名が変更された。その後、IHI グループ健康保険組合から医療法人社団研育会に経営が移管されたことにより、現在の石川島記念病院に至る。公式ウェブサイトにより確認できる過去及び現在の病院名は以上であるが、健康保険組合立病院時代に当院を経営していた健康保険組合の母体企業はこれ、 以外にも、社名変更を行っていること、また1974年に、母体企業に属する東京、名古屋、あよい、呉の4つの健康保険組合が統合して、現在の IHI 張間病院では、病院名の解消が行われていることから、実際に名乗っていた過去の病院名は、これらよりも多いと考えられる。経営移管前の病院名に含まれる、石川島は、 健康保険組合の母体企業の社名に由来するものであるが、母体企業の社名そのものは、江戸幕府が、水戸藩前、藩主、徳川成明に命じて1853年12月5日に創業した造船所の所在地が、江戸隅田川川口の石川島であることに由来するものであって、経営移管に伴う病院名の解消の際も、この地名をとって、石川島を、 病院名に用いている。なお、会員から2012年までは健康保険組合率、病院であったが、一般の病院と同様、従業員以外に対する診療も現在に至るまで行っている。企業による病院であったため、内科や整形外科を中心とした入院診療も行っていて、特に整形外科については古くから実績があった。2012年4月1日に、 IHI グループ健康保険組合から医療法人社団研育会に病院の経営が移管され、病院名が IHI 東京病院から石川島記念病院に解消された。手続きとしては本来であれば従来の病院を廃止した上で新たな病院を開園するという流れである。しかしながら IHI 東京病院が所在する地域ではすでに病床数が多かったため、 新たな病院を設立することができなかった。そこで地域医療を守る責任を果たすという条件をつけて IHI グループ健康保険組合から医区会への引き継ぎが特例的に認められた。IHI グループ健康保険組合は当院の経営を移管する時点で IHI リマ病院も経営していたがこの IHI リマ病院については現在も IHI グループ健康保険組合による直営の健康保険組合立病院のままであり、病院名もそのままである。また、IHI グループ健康保険組合の母体企業である IHI 自身も直営の企業立診療所を現在も経営している。経営移管後、より特化した医療を提供する目的で心臓病センターが開設された。 全病床47床のうち半数は常に心臓病の患者で占められていた。心臓病センター開設以降、口述する診療休止までは心臓病センターと古くから実績のある整形外科が2枚看板であった。しかし新たに開設した心臓病センターが地域のニーズに合わず患者が集まらなかった。近隣に大学病院があることもあり、 心臓病センターの患者数は当初の計画を下回り赤字経営となり、これによる経営悪化を受けて診療の継続が難しくなった。2017年1月18日の時点で石川島記念病院は県育会が運営する病院としては唯一の赤字であった。石川島記念病院の赤字によって県育会が運営する他の施設の黒字を帳消しにする状態だった。 当初は廃院の予定であったが、東京都と中央区医師会からの要請を受け、2018年12月1日から2019年8月31日までの期間で診療を休止し、心臓病治療からリハビリテーションや整形外科を中心にした診療に切り替えるなど、診療機能を見直して、診療休止前から引き続いて、県育会が診療の再開を目指すこととなった。 石川島記念病院は中央区に3つある東京都二次救急指定病院の一つであったが救急患者の受け入れについては2018年9月から中止した。病院職員らは休診することなく診療を継続することを求めていて東京都に要望書を提出すると同時に厚生労働省にも同様の文書を郵送している。東京都も 病院側に診療継続を求めていて、安定経営に向けた指導を行っており、2018年10月には、病院や県育会に立ち入り検査を行い、運営状況の調査も行っている。2019年9月1日より、病院の機能を、これまでの急性期病院から、回復期リハビリテーション病院として変更した上で、診療を再開した。ありがとうございます。